グアムを選んだ理由ってのは何なんですか。まあ、もちろんこの気候っていうのは当然グアムじゃなきゃこの時期、あとはこの施設ですよね一番は、うん、やっぱこのグラウンドとあとあの筋トレ場もありプールもありで泊まってるところも施設の中で、だからこのキャンプね今13、4回目になるんですね。一回も海行ったことないですよグラムに来て、はい、うん、でここからもう昨日来たじゃないですか、もう最後帰るのはまた空港までですよ。毎回そうですよ、2週間ぐらいいて。12年間変わらずこの地でトレーニングを続けるカズ。ただトレーニング内容は年を重ねるごとに変化させているという。最初に来た頃は今の3倍から4倍ぐらいやってましたからねトレーニング、まあ、40過ぎてからはしっかりフィジカルコーチやね、トレーナーの言うことをやっと聞くようになったというか、そうやって言うことを聞いて心拍数も今の時期はこの例えば130から150の間で走ればより効果的に体にいいからって言われて、その通り走るとやっぱり体調コンディションがやっぱいいってことがよく分かったんでね、もっと早く教えてほしかったと思いますけどいやだって150超えててもカズさん嘘ついてましたもんね。だってよく嘘ついてたでも超えてんのにいやもうまだ140ぐらいかみたいな子供じゃないですかもうどうして嫌なんですかペースを落とすの。なんかもう自分に負けるような気がして心拍数や体への負荷を確認しながらのトレーニング、それがコンディションを保つ鍵の一つ。前澤さんから見て、はい、キングのこのキャンプもう7年ぐらいやってて、ってのは、はい、そのいろんなものってどう見えてるんですか、はいはい、去年からでしたっけか、去年のシーズンに向けて、まあ、年末もトレーニングをしてで、まあ、この年明けもやるっていうのを今年もそうなんですよね。だそのあたりもやっぱりその前のシーズンがやっぱり怪我でなかなか出れなかったっていうので、そういう新しいことをどん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 やっぱり自分で、まあ、スタッフの人と考えて取り組んでいくあたりはやっぱりすごくやっぱり貪欲でやっぱサッカーに対して常に考えているなっていうのは僕はその時にも思いましたね、2年前怪我の影響もあり出場試合わずか2試合という悔しさを味わったカズ。そこでグアムでの自主トレを年2回に増やし肉体改造を図った。そして昨シーズン自身の記録を3度も塗り替える最年長ゴール記録を樹立した。昨シーズンは16試合3得点というちょっと納得いく成績じゃないですね。ちょっともうちょっと自分ではもちろん試合数もね20から30ぐらいは出たかったですし、ゴールもその倍は取りたかったですし、やっぱその前の年がやっぱ試合にあんま出れなかったっていうのがあって、リーグ戦のそのペースというかそういうものがやっぱ1年空いてしまうとやっぱ大きいんだなっていうのがものすごく昨シーズンは感じましたし、うん、48歳のベテランを起用するのは監督も未経験。2人の間ではどんなやり取りがあったのか。去年スロベニアの監督だったんですけど、個人面談みたいなすごいやる監督で僕とも話を すごいしてくれたんですけど、先発の予定であっても寸前で急に悪くなったら言ってくれって問題ないかなってそう言ってたんですよ、うん、確かに監督も未知数ですもんね、気持ち悪いでもいいからってとか痛いとかじゃなくてもなんか具合が悪いと思ったらもう言ってくれ、もう保健室レベルですよ、ね、その時はもうは外すからそれは全く気にしないでくれって言ってくれたんだよね去年なんかも。だからそう、まあ、自分自身もそういうこともいろいろいろんなことを考えながら今年やりたいなと思ってますね、はい、そんなカズのコンディションを調整しているのが専属のフィジカルコーチである木下さん。12年以上にわたりカズを支え続けている。カズはどんなトレーニング内容をしてるんですか。トレーニング内容はまあ毎年一緒ですけど、まあ、今は準備期なのでそのチームの練習に合流した時にしっかりと合流できるようにということ、それからまあオフシーズンに完全に休んでしまうと戻すのにすごく時間がかかってしまうので、そこをこう休ませずにかつ準備をするっていう形のトレーニングをとっています。
もうキングもだいぶ変わってきました、体とか。まあそれはね、もちろん。ただその逆にその変わっていくっていうのが、その衰えていくっていうように変えていくんじゃなくて、もうまだまだこう進化させていくっていうか、年を取ってもしっかり動けるように体を進化させていくっていうコンセプトでトレーニングをさせています。でもたくさんつけすぎちゃうとまた動けなくなるんで、その必要なものを必要なものだけで、必要じゃないものはまあそんなにっていう形で、まあ洗練された形を取るようにしています。年重ねると何が一番大切になってきます？疲労ですね。疲労を回復することで、しっかりやって疲労を回復すること、すなわちメリハリをつけることです、ね、やるときはしっかりやる、休むときはしっかり休む、このオンとオフの切り替えをより一層若いときよりも切りさせる。ベテランプレーヤーにとって大事なのがオンとオフの切り替え。そこでカズは早朝トレーニングを取り入れ、短時間集中の1日3部練習を行う。そうすることで間の休憩も取れて、夜はゆっくりと体を休めることができる。ではキングカズが部屋でどんなことをしているのか気になりますね。テレビとかでも、テレビはつけないですね。つけないですよね、はい、あと音楽聴きながらコーヒー飲んでるか、あと本当もう体をずっとケアしてもらってますね。マシン持ってきてんでしたっけ？マシン、はい、マシンって何？エスプレッソを作るやつって。あ、マシンは持ってきてますよ、うん、そっちのマシンね、はい、コーヒーの方のマシンね。トレーニングじゃなくて酸素カプセルみたいなもんじゃなくてトレーニングあるんで、トレーニングのマシンがあるので、それをわざわざ持ってきてるんですよ。あ、お好きなんですね。コーヒーカップも全部持ってきてますよ。カップもですか？カップも持ってきてもう高倉健さん以来ですよあ、そうなんです。実は趣味に講じるのも若さを保つ秘訣。カズの肉体を支える木下さんが、皆さんも明日からできるフィジカル維持のポイントを教えてくれました。やっぱりちょっとでもいいから、もうほんとちょっとでいいので、1日ちょっとでもいいので意識を上げて、しっかり体を動かして頭を使って、で情熱を燃やしてっていう、この3つをしっかりとやるっていうことです。もうちょっとでいいんですよ。ちょっと今までよりも動く、ちょっと今までよりもちょっとだけ頭使ってみる、それからちょっとだけこう感動してみるとか。カズもそうだと思うんで、このボールを一つコントロールするのに、昨日よりも今日のがちょっと上手くなるのとか、一歩でいいからちょっと何かしようとか、そういう情熱をちょっとずつかけていく、それが大事だと思います。コーヒーの香りにでさえ毎日感動する、それがキングカズ、若さの秘密かもしれないですね。ちなみに海外サッカーは見ていたりするのでしょうか？ちなみにキングはどのチーム好きですか、海外では？僕はやっぱりバルセロナ好きですね、うん、やっぱ見てても面白いですからね。特に今のバルセロナ好きですね。後輩も出てるし、まあ、後輩って言ったら怒られますけどね25歳の差はありますが、同じサントスでプレーしたネイマールが気になるようです。特にネイマールがやっぱ行ってから、特にバルセロナ見てますね、うん、もう個人的にすごいネイマールやっぱり応援しちゃいますね、はい、まあ、サントスというつながりもありますし、やっぱあの3人がなんかすごい化学反応を起こしてるじゃないですか、うん、どうしたらああいう風になるんでしょうかね、あのチームといい。でも初期の読売の頃は、キングがいた頃は割とそういう、そうですね、もう真ん中真ん中から行く、ね、ワンツリー、ありえない、ああいう、まあ、ちょっと質はちょっと違いますけど、あのスタイルとしてはそうでしたね、ああいうサッカーがなんで日本でなくなってきたんですかね。やっぱり決め事が多くなった分、そういうものがなくなってきてしまったんじゃないですか、どうしても自由な発想というのはなくなってきますからね。 J リーグにもまたああいう面白いね、ちょっとスタイルの違うチームが出てきてくれるとまた盛り上がりますね、6大会連続のワールドカップ出場を狙う日本代表。今カズが考える日本の飛躍に必要なものとは？これからはやっぱりもっともっと本当にアジアに出ていくこと、世界に出ていくこと。日本代表は今ね、だいぶそうやって外に遠征に行くようにもなりましたし、外での試合も多くなりましたしね。クラブ単位でいうとまだまだ少ないと思うんですね、そういう経験というかな。でアジアって積極的にそういうことを全体がまだしてないですから、ヨーロッパとか南米というのはもう本当にお互いが生き生きして試合やってますから、
もう日本だけでやってるっていうだけじゃダメだと思います、ねうん、広げていくことが大事だと思います。今年49歳プレイヤーとして活躍し続ける由良和義。今年は、ね、天皇杯だけだけどナビスコも決勝行ってますし、リーグ戦もチャンピオンシップも決勝まで行ってますし、森保は、ねね、優勝名勝ですよ、名勝ですよ。で井原は福岡を上げましたし、七海も上げましたし、高木は長崎をプレーオフに持っていきましたし、すごいですよね。みんなすごいです ね、 ねあんな風になると思ってました？戦ってる時に。いや戦ってる時は思いませんよ。やっぱ監督になって成功するとか、うん、タイプって想像できなかったですね。やっぱ、ゾノがこうなることは想像できましたけどしてたのかよしてたのか。その中でも結果を残し続けているのがカズの2学年下の森保監督、そして1学年先輩である長谷川監督。この2人の采配、同世代のカズが分析してくれました。ケンタさんはなんかすごく勝負師って感じしますけどね。こう1万円いってみまえみたいな、うん、ちょっと岡田さんっぽいとこもあるんじゃないかな。宇佐美外したりとかもしましたしね、うん、2014年の12月に一緒に食事したんですけど、チャンピオンズリーグはとにかく勝ちたいって味じゃない、うん、もう2部あの J2 落ちてもいいぐらいの、いや、まあ、落ちちゃいけないけどチャンピオンズリーグに全てかけたいみたいなことを言ってました。そのぐらい腹をくくってるっていうか、うん、勝負師というか、うん、森保は、森保なんて言ったらあれですけど、森保監督はどうですかね。やっぱうまく選手をやっぱこうコントロールできてるなっていう感じですね。ベテランも若手もうまく本当に使ってるなっていう。どこで覚えたんでしょうね。でもね、もう4年で3回優勝。そう、すごいですよ。ね、ありえないですよね、本当に。素晴らしいですね。はい、なんかそろそろまた岡田監督以来、代表監督でね、日本人が現れそうな匂いがしてますもんね。そうですね。うん、ちょっと日本人の監督でやってもらいたいですね。うん。うん。